うところでこんな動画を上げているとこんな問い合わせがあるんですね。うさみみさん、ありがとうございます。もっと長く聞いていたいっていうのを INFP の転職問題という動画のコメントにいただいたんですね、はい、もう困ったなと、はい、めっちゃ不安やんと思って、はいはい、もう過去の動画1500本ぐらいあるからさ、はい、どんなのが聞きたいのって聞いたんですよ、はい、URL 上げるからさって、はい、何が聞きたいって聞いたら、ありがとうございます、 INFP の人に適したマーケティング方法について、はい、ぜひお聞きしたいですと、はい、例えば嘘も方便ができなかったり大げさに言うこともなかなかできないと思うのです。元気もそんなになくアンチにも最初からビビってると思います、よろしくお願いしますっていう、はい、これまでにないねそんな動画ねえよっていう、はいはいはい、いうのが来ました、はい、まあ、最近こんなマーケティングのやつをやってるからですかね、じゃないですか。でまたいただいたのがこの INFP がやりやすいマーケティング方法がどんなのかなと、マーケやる方ですと、これがイコール INFP に刺さるマーケティングでしょうかと思っているのでとても楽しみにしています、はい、っていうコメントをいただきました、はい、でね、INFP に刺さるマーケティングとはっていうので、はい、質問の意図がね、はい、この要は嘘も方便ができなかったり、はい、大げさに言うようにできないけどどんなマーケティングっていう、多分このマーケティングっていうのは多分プロモーションを指してると思うんですね、はい、まあ、自分はどうしたらいいのかって話だと思うんですよ、ね、だと思うんですよ、はい、そうするとこのマーケティングの話をするとそれは目的によるよって話になるわけじゃないですか、はいはい、そうすると目的が何かが分からないので、はい、答えようがないじゃんっていうのが答えかと思ったんですけど、はい、ちょっと待てと、はい、これ INFP ですよね、はい、あとおそらく私も NF で一緒なんですよ、はい、だとすると、まあ、このマーケティングと、まあ、両輪であるブランディング、はい、ブランディングだとあるなと思うんですよ、はい、このブランディングも目的がないとブランディングが定まらないって話ですよ、はいはい、でこの NF タイプっていうのは、はい、究極の目標が本当の自分になることなんですよ、はい、まあ、本当の自分になった瞬間にこの人の人格は破綻してしまうんですけど、はい、だからまあそれは幻想ですよって話だと思うんですよね。まあこれを一回カーシの話をすると、はい、この NF の目的は本当の自分になることだと、はい、だとするとこの人がやるべきブランディングは、はい、ブランディングの基本であるあなたはどんな人間として覚えられたいのか、はい、これだと思ったんですね。そこが、まあ、目的なのでそれを考えろと、はい、マーケティング的にいくと目的があって、はいはい、だからどんな人間見られたいのかだとは思うんですよね。ブランディングが来る、あ、でも、はい、NF ですから、 NF でも究極、はい、あのこの人たちは僕はそこはトラバレだと思ってジャンヌ・ダルクなんですよ、はいはい、あのジャンヌ・ダルクは目的があったかもしれませんが、はいはい、例えば老子になるとかね、はい、キリストになるとかね、ガンジーになるとかね、はい、これ目的になるのかななんかもっと違うと思うんですよね。どんな人間としてあなたは覚えられたいですか、はい、だからそこは僕は下だと思ってるんですよ。 NF は上だと思ってるんです。あ、上だけど下なんですよ大事なのはね、それ目的じゃないって、はい、そこ達成できないところですからね。そうすると答えが出ないじゃないですか INF さんに対してだからこう多分言いたいのは、はい、INFP の僕にはできないことがいっぱいあるよって言ってるんですよ。あの元気出してもっと明るくいこうよみたいなのは難しいですって言ってるんですよ。あ、だから僕が言ってるのは、はいはい、じゃああなたはどんな人間として覚えられたいんですかと。だからそんなんじゃないって話だと思うんですよね。じゃあこれは NF さんに聞いてみましょう。そのこの人に自分がどうなりたいかだったらあると思うんですよ。じゃあそれを INFP なんでじゃあそれを自分じゃないですか。村岡さんは24時間やれですよ、はい、弱いって言うなんですよ。僕が弱くて元気もそんなになくってあなたがなりたいと思ってるあなたは言うかと。違う、これ今ちょっとアジをしてます、アジテーションしてます僕は。でも多分そういうインプットじゃないと思うんですよ。この人が聞いてるの、僕は INFP なんですって言ってるんですよ。ってことはつまり内向型でこう内気でちょっとなんていうんですか、そのアンチがいたらちょっとへこんでしまうみたいな話だと思うんですよ、はい、でそれをそうじゃなくすることは無理ですって言ってるんですよ。
で、それ、その方法があれば、分かれば、INFP の人に刺さると思うんですって言ってるんですよ。どんな人間に君は思われたいのか。思われたいのかって、うん、そんなこと思ってないと思うんですよね。じゃあそうやって振る舞ってるのかと。思ってないから振る舞えないわけじゃないですか。じゃあなれないですよ。だからこれどうしたらいいのかっていうのを来てるんですよね。だからどんなあなたになりたいですか、はい、でどんなあなたになりたいのか、どんな人間と覚えられたいですかっていう話です。でそんなのはないってないわけじゃないですか。ないわけないですよ。そんなことないですよ。ごめん、僕も怪しいな。どんな人間になりたいですかなんかあります？いい人間みたいな感じじゃないですか、ざっくりとした。僕はで今日それを考えたんです、はい、で僕はね、初めコメディアンでありたいと思ったんですね、はい、人生は喜劇だと、はい、で僕はみんなにコメディアンと思われたいっていうのを考えたんですけど、はい、コメディアンかって思ったんですよ。それ本当に僕はなりたいかって、はい、いや今やってるかもしれないよって、はい、違うだろって思ったんです、はい、そうすると定まらないって話ですね。で出てきたのが、はい、僕はセクシーだと思ったんですよ、はい、ごめんなさい、ちょっと小泉っぽくなっちゃいますけど、はい、僕は違う、僕が言うセクシーは、はい、危ないデカに出てくる柴田恭平ですね、はい、ああ見られたいと思ったんですね、はい、ってことは僕は常にあれをセクシーとして定義をして、はい、僕は24時間あれをやるって決めたんですよ、はい、これブランディングなんですね。できてればブランディングですよね。そのあれになりたいっていう目的がいると思うんですよ。なんであれになりたいのか、あ、なんで目的があったはずでしょって話ですね。なんで柴田恭平になりたいのかみたいな話なんですよ。危ないデカの、ね、危ないデカの危ないデカのが重要です、はい、そこ重要、はいはい、っていう話じゃないですか。楽しそうですよね。楽しければいいんだったら柴田恭平じゃなくてもいいって話ですよ。違う、あのそれは目標ですよねって話じゃないですか。違う、あの生き方がかっこよくて、はいはい、僕ちょっと今バカっぽいですね。そのかっこよくなりたい理由、モテたい、え、そこを考えないといけないの？そこが目的だと思うんですよ。目的が先？目的が先ですよ。ブランディングも、まあ、ブランディングもそうですよ。そうなんでしょうけど、はい、じゃあ僕は多分どっかにあるんですね。だからモテたいがあってセクシーが来るんだったら分かるんですよ。でもセクシーが最初に来たら意味が分かんないって話ですよね。確かに僕はモテたいもあるし、はい、あのコメディアンじゃないと思ったのは、はい、コメディアンではなんか僕がこの今からやろうとしてるね、この YouTube でここで喋って、はい、なんかみんなが素敵だねって思うのって、はい、コメディアンよりもセクシーだなって思ったんですよ、はい、でコメディアンがモテればそれでもいいかもしれないじゃないですか。あ、で僕がごめんなさいね、はい、このフィロソフィーオブハピネスを達成しようとした時に、はい、コメディアンよりもセクシーがブランディングとして正しいと思ったんですね、はい、柴田恭平だと、はい、あっちの方が魅力的に映るだろう、はい、でセクシーっていうブランディングを立てようとしたんですよ、はい、これなら合ってる。あ、本当なんか目的ですよ。目的がフィロソフィーオブハピネスですっていうのはどういうのかよく分からない、はいはい、幸せを哲学する。哲学するは目的じゃないじゃないですか。ああ、なる。哲学することが目的だったら、いや違う。こもって考えてたらいいんですよ。幸せに、みんなの、みんなに幸せを共有するです。みんなに幸せ。あ、みんなと幸せになれるといいな。自分が幸せじゃないですか。僕の幸せはみんなで幸せなんですよ。はい。だから幸せな世の中を作る。はい。はい。まあ、そうするとすごいふわっとしちゃうんですけど、まあ、でもそういうところだと思うんですよね。僕はみんなが幸せじゃないと嫌なの でそのためにセクシーってつながらないじゃないですか。マンダコメディアンの方がつながってますね。はい、お笑いを届けてみたいな。で失敗もあるけどねって、はい、でみんな笑ってくれて幸せになれるっていうのが分かるって話ですね。はい、はい、そうか、セクシーは間違ってるんだ。セクシーは間違ってるっていうか、そこが合ってるかどうか、目的をまず、目的が先だっていう話ですよね。どうなりたいのか。僕やっぱちょっと幸せにしたら多分嘘だな。嘘言ってるような気がする。はい、はいはい、キャッチなどっていう下から考えてるんですよ。あとね、あと多分ね、結局はなんかそう、はい、自分モテたい、モテたいがあるんですよ。はい、はい、でそのキャッチコピーもしたじゃないですか。だからそっちから考えちゃダメなんですよ。確かに、はい、じゃあうさぎの耳さん、はい、こんな簡単に聞いちゃダメだよ。もう一回考えていこう、はい、そのなんか何をしたい、どうなりたいかを考えましょうじゃないですか。どうなりたいか、目的を考えましょうだと思うんですよ。どんな人生を送りたいかじゃないですか。
でもセクシーな人生ってかっこよくないですか。かっこいいとかってなお、あ、ちょっとこれもバクッとしてますかね。そのかっこいいじゃないですかっていう、かっこいいと思われたいんですよ。かっこいいと思われたいのは好かれたいって話。いや、かっこいいです。かっこいい、モテたい。モテたいが、はい、一番上にあるかもしれません、はい、そうするとモテたいわけじゃないですか、はい、でそれを軸にセクシーと思われたい、うん、多分そっちがあるんだと思います。とか僕はかっこいいと思われたいとか、コメディちょっとかっこ悪いんですよねいや、かっこいいんですけど、はい、でもモテるかもしれないわけじゃないですか、うん、最高のコメディアンはね、はい、はい、OK、 ちょっともう一回考えさせてください、はい、うさぎの耳さん、もう一回考えよう。